京料理で何か京料理は寸法です。<法>えー、簡単に言うとね、はい、それからねみんなあのもう、えー、京都の門は寸法が決まってるの。それからお椀は、えー、男4寸女3寸8分で決まってるわけ。えー、それからそれに合う口甲体積で 1 5 c c やねね。それからおちょこ一杯これねお酒一杯どうぞてこれ出されたら何言うてますねんっていう話になるでしょ。それからみんなあの「いっこんどうぞ」って言われたらおちょこが出てくると思うでしょ。なおちょこに何 cc 入ってるかっていうみんな知らんままほな一杯っ,ってこうやってるわね。あれね大一杯入って 15cc のものを口に入れたら一番味が分かりやすいそれから京料理はみんなその寸法に合わせたで口の幅ってね3センチしかない3センチにものを切ったらものが縦になっても横になっても奥に行ってものぞ詰めへん寸法3センチの2センチの1センチこれが京、えー、料理の一つのものの寸法やね でそれに合わしてみんな書いてあるからそれから鯛の,の刺身なんかはか、えー、いやんプリプリしてたら 12g に切んねんで 12g が5切れで 60g やで 60g をこう盛るとお茶事の時の向こう漬けってねでそれが器が三角であろうが四角であろうがそれが余白を見てバランスがおてたら。 それが、えー、向こう付けの器やな。おもがし、おもがし何グラムあるか知ってるか。おもがしなあれ四十五グラムあるね。あれ茶席で四つに切るやんこうやって。な一口でだいたい十二グラム弱やね。な口の中に甘みがちょうど広がっておいしいんやな。 グラムのもが漏れるっていうのがめいめい皿やなこれは向こう漬けの器とはちょっと違うわなちっちゃいんやな。っていうようにしてもう全て人間工学で寸法が決まってるっていうのがやっぱりあの京料理の特徴やね。で京都の建築もみんなそのない寝て一条座って半条これ,こ,れこの、えー、畳の寸法やから寝て一条座って半条ね。 東京でで寝ては寝て一畳で頭出てるかん <laughs> それからそれによって平安時代にこの畳の寸法が決まって柱の太さも決まって鴨居の太さも決まって障子の3の枠の大きさも決まって それからすべからく、えー、日本のもんっていうのは一つの決め事があってその中であとは自由にしなさいよという文化へねそれからその文化の中に、えー、きっちりはまってるのが京料理やっていうことでねおもてなしっていうのはね思ってもないことをなすということがおもてなすほんまおもてなしと違うておもてなすなよ 結局思ってないことをなすっていうのは相手があ、えー、これをお茶もないなあと思いながら飲、えー、もうと思ったらいやもう新しいのが来てたやんっていうようなこのえっていうようなことがおもてななしになるわけ、うん、それはねやっぱりね、えー、おもてなしを、えー、体現してるのが、えー、こういうとこで働いてる中井さんやね。 えー、花が誰なんて器が花の器が誰の器でっていうこともみんな言えるわけ。